どうも、後藤輝樹です。昨日ラグビー、ワールドカップが始まりまして、日本とロシアが戦い、日本が勝ちました。おめでとうございます。ちょっとラグビー見てて思ったんですけど、ラグビー見てて思ったっていうか、もうここ最近結構ラグビーの、話題が多く、確かなんですか、ジップとかつけてると、ラグビーのこう解説というか、ラグビーこういうところ面白いですよみたいなのずっとやってて、こう ラグビー洗脳みたいなのがすごくあったんですけど、で、昨日開幕して、で、ラグビーですみたいな感じで、なんかすごいちょっと、テレビ、マスコミこのラグビー推しがすごいんですが、で、まあラグビーって昔からそうなんですが、日本代表の中に、外国人の方が結構いらっしゃるんですよ。で、僕はそれも10年以上前からもう、やっぱ日本代表なんで、別に外国人の人が絶対入っちゃダメっていうわけじゃないですけど、やっぱ日本人主体で僕は作ってほしいなっていうのがあって、で、なんでこんなラグビー推しがすごいんだろうと思って、ちょっと僕考えたんですけど、これも別に考えたら当たり前の話なんですが、まあ今回、31人の日本代表、ラグビー日本代表がいて、16人が、海外出身の選手だったんです。これで 50% 以上、まあ、半分 50% 以上ですね、が、海外出身の、選手が日本代表に入ってるんです。まあ、厳密に言うと、もう、日本人になってる人、国籍を日本国籍取得して帰化してる人もいるので、ちょっとまた違ってくると思うんですけども、でもちょっと多いなって感じますね、正直。で、前回4年前が10人くらいだったんです、10人くらい。10人くらいが、今回16人に、だからもう半分近くっていう形になって、別にね、まあ、なんか差別しようとかそういうことは全然ないんですが、やっぱちょっと気になっちゃうんですよ。でなんでこういうことしてるかっていうと、おそらく、やっぱり、なんていうんですか、こう、日本って戦争に負けたじゃないですか。で、まあ、戦争に負けたというか、こう、戦勝国が日本を支配してるわけですよ、敗戦国、日本は。それで、まあ、基本的には、日本という国から日本のアイデンティティをなくそうとしているわけですよ。アイデンティティっていうのは、だから、日本人らしさっていうのを抜いていく。例えばもう、クリスマス、バレンタイン、ハロウィンとか、こう、海外の文化どんどん入れて、日本人の持ってる、最初からっていうか、日本の伝統的な文化よりも、外国人の文化どんどん混ぜて、まあ、無味無臭というか、多国籍国家みたいな感じにしていく、戦勝国の都合の良い、多国籍国家にしていくっていう、こう、流れがあるんですよ。これ何十年もかけて。それをずっとやってきてると。で、その洗脳装置として、マスコミ、テレビ、新聞、まあ、ネットがあるわけです。だから、テレビもね、最近テレビ離れって言われてますけど、やっぱ腐ってもテレビで、腐ってもタイというか、腐ってもテレビで、やっぱテレビの影響ですごいなと僕は思いましたね。だから、3S 政策っていうのがあるんですけど、3S って書いて、S っていうのは、スクリーン、セックス、スポーツ。で、ラグビーって、スクリーンっていうのは映画とか、昔で言うと映画、テレビ、まあ今だったらネットとかもそうですし、漫画とか、アニメとか、まあそういうのも含めてだと思うんですが、ラグビーってこう、テレビと、まあネット、スポーツ、これは 3S 政策のうち2つ入ってるんですよ。だから、大衆を洗脳させる装置としては持ってこいなんですよね。で、ラグビーってもともと、そういった、3年以上日本に住んでたら、3年以上継続的に日本住んでたら、日本代表になれちゃうという不思議なシステムなんですよ。で、日本代表に外国の選手を なってもらって、まあ、外国人が強いということで、なってもらって、日本と外国人混成チームで、国民の目を慣らす、テレビを使って国民の目を慣らして、日本人と外国人一緒になっても別におかしくないよねっていうのを慣らしていくっていうのがこの目的だと思うんです。だからすごく考えると本当にそういう
戦勝国のこう大きな力が働いてるなって僕は思うんですよ。だから日本テレビっていうのは基本的にはアメリカの傀儡、テレビ放送局だと僕は思ってるんで、戦勝国のだからそういうのを大々的に、だから日本テレビって結構多いんですよ。だからあの皇室行事とかよりも、皇室行事もやってるけど、あのエリザベス女王とか、エリザベス女王の誕生日とか、エリザベス女王というかそういうなんとか王子とかあいるじゃないですか。僕あんまよくわかんないですけど、そういうののなんか結婚式とかやったりするんですよ、テレビで、ゴールデン番組に。いや俺あれなんかすごいなとか思うんですよね。だからそういうのも慣らしていくっていうか、日本はやっぱこう日本の王様ってこうやっぱ天皇陛下っていうのがいる中で、そういうのもこうちょっとイギリスとかのね、そういうのをこう混ぜて鳴らしていくみたいなのをこうやってるわけですよ。大衆に対して、あの大衆は知らないだろうけど、だからそういうのでそのラグビーがすごく利用されてるなって。で ラグビーだって4年前のさ、五郎丸選手こういうやってた人いるでしょ。でそれで4年前なんかこうフィーバーして、で今回の日本でワールドカップって、まあ、日本でワールドカップだからすごく大々的にやってるのは分かるんですけど、でも結構別にワールドカップとかそういう世界大会っていろんな競技でやってるわけじゃないですか。じゃあなんでラグビーなのかっていうのを俺はすごく疑問に思うんですよ。まあ今回は日本だからそういうのやっててもまあ不思議ではないですけども、でも、4年前のそのワールドカップっていうのはたった一勝、南アフリカに一勝しただけですごいわーみたいな感じになったわけですよ。初めてなのか何十年ぶりなのか分かんないですけど、まあ、確かに例えばサッカーで日本がブラジルに勝ったみたいな感じだったら盛り上がりますけれども、でもそれにしてもラグビーの盛り上がり方ってすごく尋常じゃないと思ったんですよ。だからそれはなぜかっていうと、やっぱそういうなんか、大衆を洗脳するとか、何がしからの力が働いてるなって僕は思いましたね。で今回のワールドカップ見てもやっぱ結構テレビの取り扱い方が激しいですよね。大々的に宣伝してるので、これは何か意図的にやってるとしか僕は思えないです。でなんかテレビで、今朝のニュース番組を見てたんですけど、もうラグビーバーって盛り上がってて、パブリックビューイングとかですごくラグビー盛り上がってますみたいな、もうガンガンやってて、で、あのね、日本ロシアに勝って、その後こうロシアとこう友情、なんつうの、負けたロシアに対してもリスペクトの気持ちで、ありがとうございます、これはすごく素敵な気持ち、素敵なことだと思うんですけれども、なんかそういう感じでね、なんか、大衆を洗脳してる風な感じ僕はね思いましたね。だからなんつうの、別に日本人と外国人が仲良くやっていくとか、それは別に僕は素晴らしいことだと思うんですけども、一応ね、そういう風な、形で放送されてるっていう側面も持っといた方が、いろんな考え方ができるんで、まあ、テルキ塾としてはね、そういう風な認識でテレビを見てほしいなって思います。ただ単にワールドカップだイエーイみたいな感じで、見るだけじゃなくて、そういう風な捉え方っていうのも、持っておかないと、いつの間にかね、日本の文化っていうのが、文化伝統っていうのがなんかこう衰退して、なんか外国人と日本人が住むのが当然だみたいになるような、別になんか外国人の方を差別するつもりもないし、外国人の方が日本に住んでも別にいいんだけれども、まあ、例えばね、さっき言ったね、31人中16人が外国人で、それがもう当たり前だよみたいな。で昔はさ、俺もホームページでね、日本の出身選手を中心にやるべきだって歌ってるけども、で昔も今もそうだけども、昔の方がやっぱ、そういう考えの方が強かったわけですよ。日本人出身でやるべきだって、代表選手は日本代表なんだから。だってそうでしょ、だって例えば俺横浜だけど、横浜出身の選手に出てほしいわけじゃんか。青森の人がいたら青森出身の人が出てほしいわけじゃんか。沖縄の人は沖縄出身の人が出てほしいわけじゃんか。でもさ、なんかよくわかんない よくわかんないですけど、南アフリカの、出身の人が出たりとかさ、ニュージーランドの出身の人が出たりとかさ、だから今回韓国の出身の人が日本代表入ってたけど、ラグビーで、そういう人が出てもさ、やっぱ自分とルーツとさ
違うわけでしょ、自分出身の日本じゃないわけだからさ、やっぱどっちかって言ったらさ、こうね、めあのなんつうんだろう、自分とつながりがある人がさ、やっぱ日本代表なんだから出てほしいじゃんか、それで勝ってほしいっていうのは俺はあるわけ、俺の考え方としてはね。だから もちろんさ、例えばサッカーで言ったらさ、メッシとかクリスティアーノ・ロナウドとかさ、そのぐらいのスター選手がさ、日本に帰化してさ、あの入ってくれるんだって、ああどうぞどうぞみたいなのもあるよ、そういう現金なところはあるけども、例えばまあちょっと同じかちょっとさ強いぐらいだったら、いや自分の地元の選手に出てほしいってやっぱあるじゃんか、うん、俺はやっぱなんかなんつうんだろう、愛国者とか郷土愛とかあるから、俺はそういうふうに思うんだけど、さすがにねちょっと31人中16人を外国出身の選手、海外出身の選手にしてするのはちょっと やりすぎなんじゃないかなって俺は思う。だって結局さ、31人中何人でもいいわけだから、うん、なんかそうなるとじゃあどこでってさ、例えば4分の3以上は日本人にしなきゃいけないとか決めなきゃいけないと思うのよ。でもそれがラグビーのそのなんかそういう風になっちゃってもしょうがないかもしれない。ラグビー自体のルール変えた方が俺はいいと思うけど、日本のね、マスコミ、テレビを使って、ラグビーはこういうスポーツですよって、そう31人中16人半分近く半分以上がもう外国人なのは当たり前ですよみたいなのをテレビで流すわけですよ。でそれに対してなんか文句言う人はちょっと差別的ですよみたいな、そういうのやめましょうみたいな流していくと、例えば他の競技とか他のスポーツとか、例えば自分たちが住んでる街とかでも外国の人たちがいても、いやそれは当たり前だよねってなっていくわけですよ。で別にそれが僕は絶対ダメとは思わないですけども、そういうふうに、テレビが、テレビを使ってマスコミを使ってこう洗脳していくっていう、そういう風なやり方をされてきてる、大衆を受けてるっていうのは、そういう見方は持っといた方がいいと思う。この流れがあるから本当にこれ感じる。だって前回の4年前のラグビーから、で今年のワールドカップで、10人から16人に増えて海外出身の人が、別にもう肌の色なんて関係ないですよ、僕は絶対日本人も外国人も同じだと思ってますけど、ちょっとやっぱこうそういう傾向があるなっていう。で、来年東京オリンピック・パラリンピックで外国人の方受け入れましょうとか、なんかよくわかんないけど、そういう流れがあるじゃんか、なんとなくの空気感。うん。だからそれも、東京オリンピック・パラリンピックに決まったのも、日本に外国人をたくさん呼んで、外国人受け入れましょうよ、これが当たり前ですよ、みたいなのをこう鳴らしていく。そういう、地球を支配している勢力が日本を、そういう多民族国家、日本の伝統文化を薄くして、多民族国家にしていこうという壮大な流れを僕は感じますね。それをでも皆さんも感じてほしいと思ってます。で、それ結構抗えないと思います。抗えないと思うけれども、僕はやっぱ愛国者なんで、いや、日本大事にしようっていうのは僕はすごく思ってるんですよ。うん、なので、こう、4年前のラグビー、なぜかはよくわからないけど、ラグビーがこう、生やされてドカーンってテレビ使って、で4年後の今年、でまたドカーンとこう、ラグビーをこうテレビで放送されて、で来年東京オリンピックがこう繋がってるんですよね、線が。だからそういうシナリオ通りに進んでっているっていうのを皆さん認識してほしいと思う。だから、来年の東京オリンピック・パラリンピック終わったらまたちょっと変わってると思うんですよね。日本に外国人の方もう自然だよね、いても当たり前だよねみたいな、そういう風な、形で、どん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 日本がこう、そういう感じに、日本というのがその侵略じゃないですけども、文化的侵略というか、侵食されていく、それに対して僕は抗ってるっていう形ではあります。もう本当に、だから何でもかんでも別に外国人ダメっていうわけじゃないですよ。外国人ダメ、外国文化ダメっていうわけではないですけれども、日本の文化も尊重して大事にしていきたいなって、そういうふうに、警鐘を鳴らすというかね、こんなことマスコミで言わないと思うんですよ。テレビ使ってこういうのが、俺が言ってるようなこと言うことってないと思うんですよ。言うとすれば、やりすぎ都市伝説とか、そのレベルだと思うんですよ。なので、まあ僕はこういう、ネットを通じて、
まあ、発信していかなきゃなと思ってます。うん、まあでも、ね、ラグビーも、今年ラグビーのワールドカップあって、来年東京オリンピック、パラリンピックあって、あるんで、まあそれに対してね、日本人として、まあ、もう開催される以上は、楽しんで、全力でね、応援して、良いものにしたいと思いますけれども、その一方で、日本国民として、日本民族として、そういったね、日本の魂、日本の精神っていうのは大事に、尊重していきたいなと、そういった意識で僕は考えています。まあ、何かの参考になれば幸いです。ご同定距離愛を込めて、お前ら愛してるぜ。